はい、こんにちは。2014年6月27日金曜日です。今日で、原発再稼働反対ウォーク100回目を迎えます。今日はね、100回目ということで少し早く集まって、いつも通りの、抗議集会とデモ行進が行われます。今回もね、その模様を中継しますが、今日はね、あいにく雨が降っておりますんでね、ちょっと、雨の音、傘の音入ってくるかもしれませんけれど、どうぞ最後までゆっくりとご覧ください。それではよろしくお願いします。皆さんこんばんは。今日はようこそ待っていただきました。ありがとうございます。ですね、マイクはもう少し小さくてもいいです。小さくてもいいですよ。ボリューム落としまって。ちょうど100回になります。聞こえますか？今日でちょうど100回目になります。ですね、司会を頼んだ方がまだちょっと来てないので代わりにやりますけど、では最初にですね、まず最初にこの100回ごとに99回来られてます田中浩二さん、はい、会社員の方にご挨拶お願いします。なんかトップバッターになってしまったんですけど、初めて、そうですね、私が初めて来た、どういう思いを持ってここに来たかという話を今日はしてもらおうかなと思います。普通のイベントであれば100回とか言ったらこうおめでとうございますっていう感じですよね、イベントでね。でもなんかこのイベントだけはおめでとうございますって言えないんですよね。で、何を話そうかなと思って、結局その初心というのか、こうどういう思いで最初来たのかなっていうことを考えてみると、2012年の7月だったですね、私が第2回から来てます。でいろいろインターネットだとかいろんなところで私はチェルノブイリのことを調べてたんですね、当時ですね。で、どういう健康被害が起きるのかそういうことを、ずっと調べてました、当時。で、多分このままいくと大変なことになるなという、直感のようなものがあって、できるだけ早く、特に子どもさんとかの放送会だとかそういうのを進めないといけないんじゃないかなということも考えながら来たわけなんですけど、2年経って、それがちょっとまだそうというか、ほとんどこう自主避難という形でしかあまり実現してないっていうのが、虚しいなと感じる部分もあります。で、福島の状況っていうのを、実際のデータで見てみると、6月10日に福島県の県民健康調査の検討委員会っていうのがやってましたね。で、それで18歳未満の小、当時18歳未満ですね、の小児甲状腺がんの、その割合というのが、偽陽性、疑いも含めて90人っていうことで出てました。で、この90人っていう数字、何人調査してかっていうと、29万人調査して90人っていうことなんですね。で、100万人に1人って言われてる病気が29万人調査して90人出てくる。じゃあ100万人あたり何人なんだって計算すると、大体310人っていう計算になるんですよね。なのでちょっと正直非常に悔しい思いでこの場に来てると思います。本当はもっと早く
健康被害というのを軽減できるような対策を行政なり何なりにやってほしかった。そういう願いを込めてずっと来たのに、全然こう実現してないというところが非常に虚しかったんですけど、だからといって諦めたら終わりですから、まあ、ね、皆さんで頑張っていきましょう。頑張りましょう。はい、今後ともよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今が99回参加されている鈴鹿さんでした。それではですね、宮殿の株主総会に出られました黒木さん、お願いします。こんばんは、黒木です。昨年の5月まで宮殿社員をやってましたけど、辞めて、いろいろ還元発なり憲法問題なり活動してます。今、始まる前にですね、4の裏表のチラシをお配りして、渡ってない方もおられるかもしれませんけども、そこに、まあ、ざっとしたことは書いたんですけども、それぐらいしか喋れません。昨日宮殿の株主総会が、第90回の定期株主総会が福岡の宮殿の本店の前のホテルでありました。今日宮西と朝日と読売と言いましたけども、まあ、報道されているようですので、多分、今日の小川さんのビラにもありましたので、多分もうその辺はいいと思うんですが、私が思っ、まあ、中でですね、もう質問された中で一つ、お金の問題で社長にですね、株主会社からの質問で、役員手当いくらもらってるんだという話で、書いてありますけども、代表取締役のところで、今7割カットしてて年収が2000万ぐらいですという平均がですねということでしたから、逆算すると6700万、まあ6666万、まあ、2000万の時に6666万ぐらいになるんで、まあ、6700万ぐらいもらってたんだなということが分かります。それは平均ですからね。代表取締役が会長と社長と副社長が4人いますから6人ですからね。あと重役はまたちょっと取締役は低いんですけど、そういうことです。で、まあ、株主総会のことはもうそれぐらいで、24日の火曜日に県議会の最終日がありまして、傍聴をしに行きました。で、まあ、ここに来られてる前安さんが、いろいろ質問とか会に出られて、一番活発にですね、県議の中では発言をされておりましたし、一番いい感じの行動だなというふうに私は感じました。で、県議のところのそうですね、ちょっと今日ざっと、まあ、これは今東大の医学部出た清山県議がおりますが、宮崎市選挙区の彼のブログにあったのをただコピペしましたけども、まあ、県会議員は年収1200万ぐらいですね。それに政務調査費とか費用弁償とかあります。そういうことの、まあ、経済的メリットからすると、県議たち、県議の方たちのですね、働きはどうなのだろうかなというふうに思いました。まあ、特に原発問題に対してのですね、陳情に対しての味気ないその規律っていうか、まあ、賛否の取り方なんですよね。で、常任委員会とかでもあんまり発言されなくて、ただ採決だけという、そういう実態がありました。まあ、そういうことをですね、やっぱり、広く市民の皆さんに知らせて、まあ、やっぱり金の問題で喋ると皆さん聞く耳があるんじゃないかと思いますので、この辺広げていきたいなと思います。ちょっと株主総会の報告はあんまりシャッとできませんでしたけども、今日それで終わります。以上、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。今の方は加藤宮殿社員の方です。では次はですね、浜岡原発に取り組んでおられる方が来られていますので、お願いします。紹介で取り組んでいるということをやりましたけど、取り組んでいるほどのものでないです。私が今日ここに来たのは、核兵器をなくそうという声を
世界に広げようという運動で宮崎から広島まであると、私は浜岡原発の8キロのところに住んでいます牧野原市の山崎と申します。御前崎氏は残念ながら中部電力からたくさん金をもらっています。原発のためにたくさんの箱物を作り、その箱物を維持するには次の原発ができないと、維持ができないという状況に追われているために、市会議員でも反対する人は1人か2人、全てが原発賛成と。で、私の隣の牧野原氏は、西原市長は自民党ですけれど、市長の住んでいるところが原発から3キロ。それで牧野原市にある大企業にアンケートを取りましたら、約7割の企業が福島の状況を見て、とてもここでは営業ができないと。皆さんのご承知の鈴木自動車の鈴木治さんがまずその転倒を切って、あと大井お茶の伊藤園だとか、いろいろな企業がこのまま浜岡があったらとても企業が運営できないということで、すでに撤退した企業がありました。市長の責任としては、企業が撤退したら財政上運営できないわけです。静岡県で牧野原市は一番財政が苦しい市なんです。そこに企業を撤退すればどうなるかということは市長がよく知っているわけです。それと同時に住民の6割が原発はいらないというアンケートを集計しているわけです。今浜岡原発は19メートルの津波が来る、そのためには22メートルの防潮堤をほぼ完成したと思います。で、住民をそこに呼んでいろいろ説明をしているようです。来た方にはおいしいお弁当が出るようです。いろんな手を打ちながら再稼働を狙っている、そういうのが今の現状です。果たして地震が来た時にその22メートルの膨張性が津波では耐えることができても、津波と地震が一緒に来たらおそらく耐えることはできない。本当に静岡県をはじめ、静岡県の東名高速道路、新幹線、ありとあらゆるあそこが、中心になると思います。それから大勢の方に福島と同じような状況が生まれるんじゃないかということで頑張ってます。これから核兵器をなくせという運動を大きく声を上げながら広島に向かってきます。皆さんよろしくお願いします。それでは先端が社団の方はもう伝えますか。マイクが、いや、紹介だけ。あ、じゃあ、センター合唱団の皆さん、前に。宮崎センター合唱団といいます。私たちは、生きることかな。生きていくこと、そんな歌を中心に歌っています。ですから、この原子力、原発とか、放射能とか、こういった歌も歌っています。今から、今日歌いますのは、放射能という歌です。和合良一さんという、どこの方かな、これは。福島の詩人ですかね。この方が詩をインターネット上で発表したところ、それに曲がついたということで、新見徳秀さんという方が曲をつけられて、それがなんかつぶてソングということで広く歌われております。放射能という歌を歌います。よろしくお願いします。ワン、ツー、サン、ハイ。放射能が降っています。静かな静かな夜です。この震災は何を私たちに教えたいのか。教えたいもの謎ないのなら、なおさら何を信じれば良いのか。屋外からものなら網と手と顔
たちにはそれを洗う水などないのです。放射能が降っています。静かな静かな夜です。この震災は何を私たちに教えたいのか。教えたいもの謎ないのなら、なおさら何を信じればよいのか。屋外から静かな夜です。ありがとうございました。あの団員募集もしておりますので、どうぞ来てください。ありがとうございました。センター合唱団でした。では次はですね、薩摩川内市の現地の方で、薩摩川内の家にをやっていらっしゃいます岩下さんにお願いしたいと思います。こんにちは、岩下と言います。先ほどビラを配らさせてもらったんですけど、ニュースと仙台の家ニュースと称して13号です。この間なんとか習慣を維持できてるんで、仙台の現地のサポートをしろと言って東京から飛ばされてきて13週間経ったとということです。ただなかなかすごくダイナミックに反対運動が盛り上がるなんてことは起こっていません。でただこちらにやってきてびっくりしたのは、5月の南日本新聞ですか、全県的に再稼働反対の世論が推進派を圧倒している。あれ全然東京で思ってたのと違うじゃないかっていうふうにまず思いました。そして今この、仙台のニュースをせっせと市街地から原発に向けて川沿いにどんどん配っていって、ついに隣の一木串木の地まで達しました。その間まあ何千枚か撒いたわけなんですが、20数人の方が10分20分と時間を割いていろいろお話をしてくれます。それは昔の再稼働じゃないや原発建設反対の運動の武勇伝であったり、あるいは地元の老人会で原発問題どういうふうに話し合っているかということであったり、あるいはこの地区で住民投票をやれば絶対勝つんだけどねと、でも市の単位ではないと住民投票でダメじゃないですかったら、そんなこと言うなって言われて叱られました。実際原発に近いところに近いほど人々は何とかしなきゃいけない、昔運動に負けて原発を作らせてしまったことを何とか挽回しなきゃいけない、そう思ってらっしゃるのをいろいろ聞いて私は非常に力強く思ってます。規制委員会が審査書案になるものを一説によれば7月9日に決める、その後1ヶ月のパブコメを経て正式の承認を出す、そうなると原発は九電はいつでも再稼働できるという状態には一応なるわけです。非常に重要な局面が来ていると思います。
今私はせっせで地元とかで頑張るとともに、まあ今日が最初なんですけど、できれば九州のね全県を回って皆さんとの顔を合わせ少しでも話し合い、そして最後は現地で勝負ってことになるわけなんですけど、その勝負に勝ち抜きたいと思ってます。ぜひよろしくお願いします。それではまた共に頑張りましょう。はい、薩摩川内市の現地スタッフの方からの挨拶でした。それでは毎週ですね、毎週金曜日に元気に、参加されてまして、つい最近は東京の官邸前に行ってこられてました。矢野さんにお願いしたいと思います。こんばんは。私大淀球場の会と宮崎市革新婚の会員をしております矢野勝俊と申します。今日は雨の中にこれだけたくさんの方がお集まりになって本当に心強い限りです。実は私例年この時期に東京の方に行っておりますが、去年は官邸前の集会に参加して、今年は国会議事堂前の集会に2時間ほど参加してまいりました。すごいですね、あそこは。とにかくですね、プロのアジテーターがいっぱいいるんです。全国からですね、喋りたい、スピーチしたいという人がたくさんいてですね、私もちょっと準備 していって機会があれば一言喋ろうかなと思ったんですけども、もう起用されちゃってですね出る幕がありませんでした。まあそういうことでですね、もう6時過ぎでしたから国会に、窓に火が灯ってるんですけども、その国会議事堂に向けてですね一斉にスプレーヒコールをやってました。でちょっと面白かったのはですね、仙台原発再稼働反対、原発やめろ、安倍首相原発やめろ、やめないならばお前がやめろそういうふうなですね、面白いあれもあります。で共産党の笠井議員もスピーチしておりましたけれども、でやっぱり当時やっぱその時ですね、 2,3 日前に、石原環境首相が出現したので、それが一斉に攻撃の的になっておりました。福島第一原発事故の除染で出た汚染の中間処理場所設置をですね、最後は金目でしょうと言ったというこの有名なセリフをですね、みんなで一斉にですね、石原やめろというスプレーコールが起こっておりました。私がまあ一つ感心したのはですね、国会議事堂から官邸前にかけての垣根にですね、お年寄りがたくさん、まあ、私もお年寄りですけども、たくさん腰掛けてましてね、で静かに自分の原発反対の、プラカードを見せながらですね、黙々と自分の意思を表明されておりました。これには私も感動いたしました。で宮崎は今回100回です。これはあくまで通過点だと思います。これからこの集会を力にして仙台原発、全ての原発を廃絶するまで皆さんと一緒に歩いていきたいと思います。力を合わせて続けましょう。継続は力なりと言います。終わりです。はい、ありがとうございました。はい、それでは最後に宮崎の自然と未来を守る会の共同代表、馬内さんにお願いしたいと思います。こんばんは。と言っていいんでしょうね、100回目にしてこういう雨になりました。
いつもは雨が降ってもこういうのには、2年間あまり出会わなかったような気がします、雨の日もありました。でも寒い日もありました。真っ暗な日もあったですね。でもやっと2年、2年近くかかって、ずっと続けて100回目になります。で宮崎も100回になってんです、なったんですが、実はですね、今日100回というところが他にも全国であります。全国の方といろいろ情報交換してるとですね、石川県の人たちが今日が100回目です。それと群馬県、ここも100回目です。で来週も再来週も100回目を迎えるところがあります。で全国の方たちがですね、やはり頑張っていらっしゃいます。で今日はこんな雨なんですけど、実はね、いいニュースがあります。こんな雨の中を、梅雨の中をですね、薩摩川内市の隣、一木串木野市、ここは3万弱の人口です。ここで、市長とかですね、議会がなかなか煮え切らないんですが、住民の方たちが全部とにかく過半数の署名を取ろうよって今避難計画をずっと説明をされてますけど、ここでもですね、その家畜を連れて、家畜は置いていくのかどうするのかっていうような質問やらいろいろ出ます。で、市長どうするんだって、このままだとその5キロから20キロ圏のところなんですが、非常に不安に思われて、で先日ですね、とにかくその過半数を、22日までかかって、21日は土砂降りだったんだそうです。その中でもやはり署名を取って回った。で署名を取って回ると、はい、どこでもそうですけど、留守のところが多いんです。留守のところが多いけどですね、やはり過半数を取っていった、1万5000を上回ったんです。でそのことが大きな力にこれからなっていくと思います。それと、その、市のですね、市長のところの説明会、その、避難計画のところです。そこでですね、私たちはその年配なんですけど、若い女の方が、まだその結婚もしてらっしゃらない方がですね、自分たちはその子供をここにずっと住みたいと、住んでいきたいと、で安心してやっぱり住んでいきたいんだと、でそのことをしっかりやっぱり受け止めてほしいというようなことを、言われて、非常に大きな拍手があったそうです。宮崎県はですね、実はその、残念ながら昨日ですね、九電の株主総会です。ここではですね、原発、仙台原発廃炉とかっていうことを提案された、議案があったんですが、これには、罰です。そこには入れられてない。やっぱりね、原発を頼られようとしてるんです。で私たちがその、市の方たちとか、あるいは薩摩川内市の方、鹿児島県の方、全国の方たちと手をつないで、再稼働反対と言っていけばですね、絶対止められますので、一生懸命頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それではもう時間になりましたので、ウォークに入りたいと思います。皆さん、プラカードとかいろいろ持ってこられておられれば、バーコードぐらいに使えて、本当今日は、100回目ということで、人数が多いです。雨の中、頑張って、宮殿前まで行進を行います。
皆さん子供を見てくださいということで、今後も補助的ので通行されたら目立ったので、そこの邪魔がそんなにやらないので子供を見てくださいどうぞ、お前の方へお願いいたします。ごめんなさい。こんばんは。皆さんの皆さん、この雨の中、皆さんのメッセージ、ひしひしと感じます。私は、冤罪事件、有形問題の冤罪事件に、携わっておりまして、宮崎では大崎、鹿児島の大崎町の事件があるんですが、もうすぐ、最終回が出るんじゃないかと思います。87歳のおばあさんが35年かかっております。35年もかかるんです。でその運動にこの前、静岡の袴田洋さんのお姉さんが応援してくださいました。袴田洋さんは48年かかってやっと解放されていらっしゃるんです。お姉さんはとうとう結婚をなさらないで、ご兄弟で岩尾さんをこれから生活できるようにして挑みました。高内さん、どうぞお願いいたします。高橋と言います。よろしくお願いします。私がちょっとお話ししたいと思ったことは、一つは藤原先生がお話しされました。それは人間がミスを犯すということなんですけど、私もそう思います。本当にミスの中で放射能の恐ろしさというのを日本人がある一部の人を除いて本気で考えてないということは、やっぱりミスを犯す一つの原因じゃないかなと思ってます。やっぱり国民全体が放射能に対する恐れをもっとはっきりすれば、もう少し変わっていくんじゃないかということを思っております。2つ目は放射能の物質、放射能、要するに原子力発電所から出たゴミの処理法は全く未解決のままです。そのこともまだ国民は自覚していないと思います。私たちは自覚が足りないと思います。その処理を伸ばし伸ばしてどうするんだろうということが一番気になっていることです。それから先ほどとちょっと関連いたしますが、原子力発電所の耐用年数を国が少し伸ばしましたね。それを人間がミスを犯す時の大きな一つの要因になるんじゃないかと思います。それから最後の一つは、私たちはやっぱり本質的に分かってないために、石原さんのような発言を許したんだと思います。結局最終的には彼に負けたんです。おそらく福島も全て今原子力があるところはある意味で金に負けたんだと思います。私はかつて水戸先生が島でも一軒一軒回って原子力発電所をするとこのことに対して反対をされていた姿を知っております。お金に負けなかった福島の人たちはやはり勝ち取ったんだと思います。石原の発言を許すような私たちの心の中に甘さがあるんだと思います。絶対こういうことに負けないように、このことを市民に訴えていかないといけないんじゃないかと思います。
人間がミスを犯す放射能の本当の恐ろしさを知らない、後始末ができていない、彼に負けやすい人間の本質があるということを、私たちはこれから先もこの出しから5番目の歯ぎしりと言われてます。私のデモに参加するのところが、この前は一寸の武士にも五分の魂という言葉もありました。今日ことわざもいろいろ出ましたけど、皆さん継続こそ力だと思います。頑張っていきましょう。長くなりました、失礼いたしました。大変大変お話ありがとうございます。放射能の汚染、いやいやよ、地震や津波、いやいやよ、火山の噴火も、いやいやよ。だからあっちもこっちもどこにもいらない仙台原発再稼働、いやいやよ。あっちもこっちもどこにもいらない全ての原発、いやいやよ。世界中のどこにも、いやいやよ。原発の再稼働、いやいやよ。放射能の汚染、いやいやよ。地震や津波、いやいやよ。火山の噴火も、いやいやよ。だからあっちもこっちもどこにもいらない仙台原発再稼働、いやいやよ。だからあっちもこっちもどこにもいらない全ての原発、いやいやよ。世界中のどこにも、いやいやよ。もう一回、原発の再稼働、いやいやよ。放射能の汚染、いやいやよ。皆さんの市民のカンパで整理しています。いろんなチラシを作ったり届け出をしたりということをよくやって、ここまで100回しました。で、いつもカンパをお願いしているんですが、今日はですね、特別に仙台の家、ここにカンパをしたいというふうに思います。仙台の家っていうのは全国の方たちがですね、お金を出し合って、支えています。で、今日仙台の家の方から来てもらって、挨拶をしていただいてますので、今日のカンパは、そこに全額カンパをしていきたいと思いますので、ぜひご協力をお願いします。ここの前に今ひっくり返ってますけど、これにぜひお願いします。で、今日が100回目ですけど、実は7月の13日から始めました。で、7月の、11日がまた今度次の日が出てきます、次の次です。ここが2周年になります。ぜひ 今日だけに限らずですね、ぜひこれからも再稼働を止めていくために全国の人たちと手をつなぎ合っていきたいと思いますので、よろしくご参加もお願いします。どうもお疲れ様です。とはちょっと、次のスプレーコールにお願いしていきたいと思います。スプレーコールをお願いしていただく白川さん、よろしくお願いいたします。どうも宮崎市の白川と申します。仙台原発の再稼働を絶対に許さないという思いで、スプレスコール参りたいと思いますので、よろしいでしょうか。はい、はい、行きます。